特別番組憲法学者の闇ということで、本日も、やってまいりたいと思いますが、司会の平井元幸です。この番組は PHP 研究所様のご協力でお送りしております。それでは本日も憲法学者、はい、小野義則先生とともにお送りしたいと思います。お願いいたします。どうぞよろしくお願いします。いや先生、今日は、はい、なんかタイトルが8月革命説そうですねって聞いたんですが、はい、日本に革命あったんですか？うわー、ついてきますね。革命ってなんかフランス革命とかヨーロッパの話かと思ったんですけど、いいとこついてきますね。あ、そうなんですか。革命なんだろうなと思って、はい、8月革命説というのがですね、はいはい、まあ、我々、まあ、憲法学者がですね、はい、まあ、勉強するときもそうですし、大学で講義をするときでもですね、はい、必ず、まあ、避けて通れないものなんですが、まあ、ただそうは言っても、ね、平井先生がおっしゃるように、日本で革命って何、大学の改新みたいな、革命なんか起きてねえべさ、うん、というふうに、まあ、考えるのが普通なわけですよ。はい、ところがですね、昭和20年、1945年の8月に、はい、我が国は第二次世界大戦をまあ終えていくというちょうどその時ですけども、その前の月ですね、昭和20年の7月の26日にはですね、ポツダム宣言というものが出されまして、でまあそれを受け入れるという形を取っていったわけです。まあ戦争が終わりますという話ですけども、どうもその時に革命が起きたんですというふうにおっしゃる法学者がいるんですね。その方が、はい、宮沢俊義先生という方でありまして、名前はなんか、この辺に写真が出るかもしくはこちらでぜひ、はい、お読みいただければと思うんですけども、はい、宮沢俊義という先生がいらっしゃいまして、はい、この方がですね、はい、法的な革命が起きたんだ、あ、法的な革命、そうです、法的な革命が起きたんだということを、まあ、おっしゃっておられまして、はい、まあ、はっきり言って何言ってるんだか分かんないんですよ。あ、そうなんですか。あ、だから説なんですね。そうですね。あ、なるほど。ただその確かにそういうふうに読み解かないと、うん、実は日本国憲法の成立が説明できない、うん、という、まあ、極めて重要な学説になっておりまして、はい、ちょっと8月革命説のお話をしておきますと、はいはい、まあ、我が国は、うん、大日本帝国憲法というものを、1889年ですね、明治の22年ですか、はい、に、まあ、まあ、発布されまして、はい、でそれをずっと使ってたわけですけども、はい、この大日本帝国憲法っていうのが見ればわかるんですけども、うん、まあ、明治天皇がお作りになられたという、うん、まあ、建前を取っておりますよね、はい、まあ、これは欽定憲法というふうに、はい、まあ、呼ぶんですけども、はい、もうこの辺多分出るんですよね、はい、テストに出ますね、欽定憲法と言いますけどね、はい、で日本国憲法はじゃあどうなんだって言ったら、うん、まあ、あれは国民が作ったと、はい、いうことになっておりますよね、はい、まあ、お読みいただくと分かると思いますけども、はい、ということは民定憲法といって、はい、国民が定めた憲法ですと、はい、となるとまず形式が違いますよね、はい、で形式が違うということは、例えばまあ、憲法というものに、まあ、焦点を当てていきますと、うん、憲法って重要なところを変えちゃいけないはずなんですよ、はい、でこれはよく憲法の改正に限界があるのかないのかとかいうですね、ことで、例えば限界が、まあ、あるというふうに考えるのが普通でありまして、うんうん、何でもかんでもじゃあ好きに憲法を作ったっていいんですかと言うと、うん、例えばまあ今の時代にですね、まあ、そのことをまあ国会議員がですね、うん、まあ、国会でまあいろんなことをおっしゃってますよ、はい、でもあんなに国会議員いらなくねっていうね、うんうん、もううん、ね、なんか国会休んでどっか行っちゃったりとかですね、いう方がいたりとかですね、はい、ね、あるいはなんかブーメランがぐさぐさ刺さるような、ね、いう方がいたりとかですね、はい、まあ、いろんな方がいると、はい、そんな国会議員なんかもういらないじゃないのと、はい、もう誰か一人賢いやつを、うんうんうん、まあ、独裁者かなんかで出して、うん、もう任せるからあとよろしくと、うん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 、いうことでやっていくと、はい、まあ、そういうのも OK になっちゃいますよね。そうですね、はい、何でも変えていい、何でも変えてもいい、うん、はい、まあ独裁者ですから、はい、で独裁者が出てくるとまあ最初の10年20年はまともに政治やったとしても、うん、まあ、大抵腐敗するんですよ。あ、まあ、30年40年やっていくとね、はい、うんうん、そうするとまあ腐敗した政治だ、だらだらと続くと、うん、ただそう言っても国民がその独裁者変えられるか変えられないみたいな、ね、そうですね、はい、ということになっていくと、はい、そうやっぱり憲法には限界をやっぱ歯止めをかけておいた方がいいんじゃないかというのが、安全だと、そうそうそう、はい、うん、それが普通ですよね、はい、となるとその歯止めをかける中で、うん、
やはりその欽定憲法を民定憲法に変えていくとか、あるいはあの天皇が統治権を総覧するという大日本帝国憲法4条で定められた、それが我が国ではですね、憲法全文と1条のもとで主権の存する国民ということを言っていると、言っていることが違うじゃないかということになってくると。でそういうふうなことになりますと、これ普通に改正したって言えませんよね。日本国憲法を大日本帝国憲法から改正して作ったとはなかなか言いにくいと。限界を超えて変えてる。超えてると、はい。じゃあどうするんですか、はい、革命があったとして。ああ、確かに。そうしないと説明ができない。はい、というのが、もともとのその日本国憲法が抱えている問題点で、その矛盾を解消するためにどうするかって言ったら、もうそれしかやりようがなかったというのが、まあ、8月革命説のもともとの、まあ、出自といいますかね。はい、です。私あのすごい今8月革命説支持に傾きそうなぐらい説得されてますから大丈夫なんですかね。そうそう、そう、8月革命説をやはり それでないと日本国憲法の成立がなかなか説明できないというですね、はいはい、そこにやはりこう問題点があったりするわけですよ。でなんとかそれを解消するためには、うん、まあじゃあもう実際そうなっちゃったんだからしょうがねえじゃねえか、じゃあもう革命があったってことにしちまおうぜってことにしたの、うん、後付け、後付け、あ、なるほど、後付けで、はい、後付けです。で8月革命説自体ができたのが、はい、1946年昭和21年の、はい、5月に、はい、まあ、一応本当は3月なんですけども、はい、5月にですね、ある、まあ、雑誌の誌上で、うん、宮沢俊義先生という方がお出しになったというのが、うん、まあ、最初ですけども、うん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 、これあのこれ言っていいんですかね、宮沢先生っていうとね、宮沢俊義っていうとね、はい、8月革命説、はい、で、憲法界の重鎮っていうね、はい、我が国に多大な影響を及ぼしている、はい、で8月革命説って言うんですけども、はい、実際には8月革命説はある先生のパクリです。え、そうなんですか。パクリです。や、闇ですか。や、まあ、闇と言ってもいいかもしれない。まあ、闇の一つかもしれないですけども、はい、まあ、実際にはパクリですね、これね。パクリなんですか。パクリですね。え、そうなんですか。ウィキペディアにもそんな感じの、いや、出てないです。多分出てないと思いますけども、宮沢俊義の8月革命説みたいな感じで、よく言いますけども、実際にはパクってるんですよ。あ、そうなんですか。はい、もうこれはあの、もうこれはもうあの当時あの、まあ、助教授で、はい、政治学をやっておられた丸山正夫先生のアイデアです。丸山正夫です。もうあの戦後民主主義といいますかですね、はいはいはい、進歩的文化人といいますか、出ました、進歩的、はい、あの朝日、まあ、岩波の、はい、まあ、文化人としてご活躍になられた丸山正夫先生で、はい、未だに多分あの影響を政治学の世界で及ぼしていると思いますけども、はい、この先生が最初にポロッとおっしゃったのを、あ、それいいねみたいな感じで、まあ、今で言うと、はい、多分こう Facebook とかでこういいねみたいな、はい、超いいねもありますからね。いいねだからね、こうやってたとかね。で、はい、まあ、最初にこう持ってったと。あ、そうなんですか。うん、でこれはまああの、まあ、理由があるっちゃあるんですよ。はい、でというのは、宮沢俊義という方は、まあ、1945年段階、昭和20年の段階ですでに、まあ、教授を務めて、まあ、十数年と、はい、で、まあ、見延辰吉先生の後を引き継いでですね、東京帝国大学法学部、うん、第一憲法講座の教授としてですね、うん、まあ、確固たる地位を占めていた方です。うん、で、かたやあの丸山正夫先生は、政治学をやりになっている新進気鋭の当時は助教授です。うん、はい、で普段まあ我々まあ助教授とかあの教授というふうに言ってますけども、うん、あの当時非常にですね、若手の先生がおなりになっていたのが助教授でありまして、うん、これあの番組で言っちゃっていいかちょっとわかんないですけども、うん、あの当時もう今もそうなんですけども、はい、あの東京大学というところは結構こう変わっている大学の一つでして、はいはいはい、あの助教授になるのってすごく早いんですよ。はい、で東大、まあ、大学出ますよね。で22歳ですよ。で22歳になりますよね。で、うん、こいつは素晴らしいって思うと、はい、助手になる。え、もう？もう助手。22歳です。学卒助手と言いますけども、22歳で助手になります。はいはい、で、3年一応助手の期間があって、うん、その間に助手論文っていう論文を書きます。はい、でその論文が認められると、次が助教授。え、もうなるんですか？なるんです。25ですから。はい。というぐらいになっていくような年齢です。はいはい、で普通だったらあの学部卒業すると、まあ、学部修士、大学院修士博士といって、
もう早くも27歳なんですよ、早くなっても、うんうんうん、でようやく講師とか、うんうん、まあいうふうになっていくわけですよね、はい、だからもうあの助教授とかってもっと後になります、はい、ちなみに今はあの助教授は准教授という名前変えてますけども、ですのでまあ丸山先生は若手ですよね、そういう考えでいきますとね、やっぱり新進気鋭で、新進気鋭ですね、はい、でそういう新進気鋭の先生で、しかも政治学の先生ですよ、はい、がいやー革命っぽいですねっていうふうに言ったところで、うんうん、政治学の世界の話だよね、うんうんうん、まあ、そうも見えるよね、はい、ふーん終わりみたいな、あ、なるほど、全く影響がない、はあ、なるほど、ところが、はいはいはい、前回 の, あの、ね、この話でもしてましたけども、はい、法学者って意外といろんな方面に影響を及ぼすわけですよ、はい、で東大という最高峰のヒエラルキーにあるところの、うん、まあ、法学部の先生が、うん、しかももうだいぶまあ、学会といってもあの会う方ではなくて世界の会の方ですけどね、業界の方 で,、ね、の方 で, はい、でもうあの、まあ、確固たる地位を占めていた宮沢俊義先生が理論的にこれは革命ですと、はいはいはい、うわ、そういうことですか。そういうことです。丸山正雄と宮沢俊義先生はその仲が良かった、仲が良かった、一緒の会議出てます、同じ東大の中ですから、東大の法学部の中ですから、法学部の政治学科と法律学科の、はいはいはい、まあ、お互いの、ね、はい、会議で会いますから、はい、そういう中で、いや宮沢先生あれってやっぱ革命の一種っすよねみたいな、はいはいはい、あ、丸山君いいとこに気がついたねあ、なるほどみたいな、はい、そういう超いいね、おっしゃるんですね、はい、超いいね、超いいね、超いいね、そしたら、まあ、宮沢先生が、はい、じゃあちょっと理論的にちゃっと文章でも書いてみるか、みたいな、で出たのが、まあ、8月革命説、革命とも呼べるような、はい、それが元々の8月革命説なるほど。でこれを若干ですね、こう法的なというか理論的にお話をしていきますと、はいはい、あくまでもその日本国憲法が出来上がってくる段階なんですが、まあ、戦争が終わりました、でポツダム宣言を受け入れました、で日本が、まあ、大日本帝国憲法で言われているようなそういうまあ国ではなくなると、これはまあ読めていくと、でその中でじゃあ例えば、天皇が統治権を総覧するという立場と、国民が主権者として、政治をやっていくという立場ではこれは相入れないわけですよ、どう考えても、そのどう考えても相入れないと、だったらまあ革命しかないよねということで、宮沢先生はお考えになったと思います、で丸山正雄先生も多分そうだと思いますけども、ただ私自身はそれにかなりの批判的な立場を持ってます、はい、というのは日本って別に主権者が国民であって統治権が天皇にあってって別にそれって相反するような考え方じゃないですよ、それは日本では君民同治という考え方を持っていて、これに出ますかね、はいはい、君民同治と、実際には天皇が主権者ではない、だって天皇が主権なんていうことを持ってるなんていうのは、実は大日本帝国憲法どこにも書いてありません。なんか主権って戦後の言葉って聞いたことあるんですけど、まあ、実際には主権という言葉には3つの意味があるんですけども、あ、なるほど、統治権という意味合いですとか、はい、対外的な独立とかです、ね、いろいろあるんですけども、はい、まあ、英語だとソブリンですかね、はい、ですので言葉自体は、まあ、ともかくとしてもですね、はい、実は天皇が主権者であったと言っているのは、うん、まあ、本当に戦後に言ってるだけ、うん、そういう意味では戦後で言ってるという話です、なるほど、なるほど、はい、で実は主権者ではないんですよ天皇っていうのはね、うん、昔から、うんうんうん、もう本当に昔々その昔からですよ、もう嵯峨天皇の以前からですかね、民のかまどとかですね、いう時代からもそうですけども、君民同治なんですよ、はい、日本は、はい、ところがこの宮沢俊義先生っていうのはもともとフランス法学者です、なるほど、はいはいはい、フランスなんですか、フランスです、で、まあ、一応憲法で言ってますけども、うん、本来は行政学とか行政法もやりになってる先生なんですけども、その先生が要するにフランスなどで言われている君主が権限を持つというものと国民が主権を持っているというのは全く相反するもので、はもう相入れないものだと、まあ、いう頭になりますわ、それはね、別だと、別だと、全く別だと、そう、あ、なるほど、別なものを今回日本国憲法というものができるにあたって考えていく場合に、それはやっぱり革命があったとしか言いようがないんじゃねえかと、はい、それじゃ説明ができないと、はい、でも実際には我が国はそうじゃないと、君民同治なんだから相反するわけではないと、それこそ天皇が
国政に関与して何かをやっていくか、その主権者として何かを行使していたということが、例えば西暦の810年のですね、クスコの変以来、嵯峨天皇の頃ですよ、あの頃からですね、ずっとですね、それこそ幕府があって何のかんのがあった時に、それはあったんですかと、実例挙げてみますか、ないんですよ、実際には、つまり天皇が主権者じゃないんですよね、ということです。そんなことが実は、こう法学者の闇の中で、彼自身は分かってるか分かってないか知りません、宮沢先生が、にもかかわらず8月革命説という名前で、どうもなるほど、そういうところで闇を抱えちゃってるんじゃないですか。なるほどですね。だからこうやって信じちゃう人が出ちゃうというですね。もう前半信じてましたから要するに、じゃあ宮沢敏義がフランスのことをよく勉強していて、革命っていう言葉にこうピンと反応しちゃったと、それで、こういうふうに分離した主権をこう移動させたという話に持っていったということです。ザッツライトです。その通りですね。なるほど、よくわかりましたはい、じゃあ先生、時間もそろそろいいですかね、そのまとめで。もちろんです。はい、じゃあありがとうございました。どうもありがとうございます。